イラン縦貫鉄道イラン縦貫鉄道もしくはイラン。縦団鉄道は1930年代に開始され、1939年に完成したイランの計画鉄道である。レザーシャーの地勢に完成し、首都テヘランとペルシアワントカスピ海を結ぶ全長線3 9 4トルの路線である。完全なイランの国内資本によるものであるが、建設には、 国際的な建設会社が関与していた。最初の路線は、急峻な山でも通っており、1、36の勾配が存在していたので、ループ線のような急勾配を登る技術が必要であった。建設において、地形的な障害があった。これにより、一部のトンネルの放棄と、ルートの再編成が必要となった。主要な工程はスケジュールより早く予算内で完成し、 最初の列車が1940年にテヘランに到着することができた。第二次世界大戦中、この鉄道はペルシア湾と中央アジアとソビエト連邦を結ぶペルシア回廊と呼ばれる補給ルートを構成していた。鉄道は連合国が RSD-1 系のようなディーゼル機関車を含む独自な設計の車両を投入したほどの重要なものであった。 2021年にユネスコの世界遺産リストに登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。スミスと呼ばれる男性が洞窟に住む魚を探す旅を行い映像化された。この鉄道線の旅とトンネルなどが映像化された。ありがとうございます。